コロナで大切な人を失ったあなたへ大切な人を失ったことに心からお悔やみ申し上げます新型コロナウイルス感染症で亡くなった方はその一人一人があなたの誰かの大切な大切な人でした政治家としてじくじたる思いです私たちも畑雄一郎さんというかけがえのない仲間を失いました コロナだと分かる前に、あっという間に亡くなってしまいました。今年の8月にもショックなニュースがありました。千葉県で自宅療養中の妊婦の方が救急車を呼んでも、入院先の病院が見つからず、自宅で出産し、その後赤ちゃんが亡くなられてしまった。あなたの大切な人が亡くなったのは、政治の責任でもあります。 十分な感染対策を進めてこなかった今は医療逼迫により本来であれば入院して治療を受けるべき中等症以上の患者が入院できず自宅や宿泊施設での療養を余儀なくされるケースが相次いでいます適切な医療が受けられずお亡くなりになった方もたくさんいますあなたの大切な人の命を 決しして無駄にしない、救える命は必ず救う政治家としての私個人としても強い覚悟を持ってこれからさらに感染防止と医療体制の充実に全力を挙げてまいります。